つかみ取れフェニックスナンバーワン決定戦さあ始まりましたフェニックスナンバーワン決定戦、 M リーグ2021-22 シーズンを準優勝で終えたセガサミーフェニックスがお届けするスペシャルな企画となっております。司会進行は私日吉達也が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そしてお隣にいらっしゃるのは最高位戦日本プロ麻雀協会所属現最高位の鈴木優プロです。はい、皆さんこんにちは。現最高位の鈴木優です。本日はよろしくお願いします。さあ鈴木プロ、はい、本日我々はフェニックスのイベントということで呼ばれてきたんですが、はい、一体何が行われるんですか。そうなんですよ、はい、どうやらですね、フェニックスの4人が威信をかけ、はいはい、1試合限定の真剣勝負を繰り広げるというものみたいですよ。鈴木プロ、はい、丸暗記言ってますね。素晴らしい。ありがとうございます。ちゃんと原稿読んでくださいね。めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ緊張しましたね。ね、実況してね、はい、ずっと恥ずかしい。つぶつぶついて。でも、素晴らしいです。この先もこんな感じでいきましょう。はい、2行だけなんで、ね、ちょっと暗記してきました。はい、さすが最高位です。はい、はい、ということで、どうも聞いたところによると、はい、タイトル戦などでフェニックスの4人はですね、対戦したことが一度もないということなんですよ。はい、団体さんも違いますし、はい、なかなかねこの4人の対局は今まで本当に1回も見なかったですよね。はい、まあ、そういった意味でもまずはシンプルに対局の方も ね楽しんでいただけそうですよね。はい、はい、ということで今回の企画は一体どういった経緯で実現したのかを吉野監督に伺っていきたいと思います。吉野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。セガサミフェニックス監督の吉野です。今回ですね、昨シーズンセガサミフェニックス4回プラス先日やったんで5回の、オンラインパブリックビューイングというのを、ファンの方々と開催させていただいたんですけれども、はい、その中でですね、ファンの方がもう4人の対決が見たいと、うん、もうぜひ見せてくれという声が非常に多かったもので、はい、これはやるっきゃないと思いまして、今回実現に至ったというのが経緯ですね。はい、はい、ということは企画も含めて4人が戦うのは初めてのケースってことになるんですね。そうなんですよ。監督ご自身も楽しみなんじゃないですか。いやめっちゃ楽しみですね。はい、もう個性豊かな4人がね、この対決どう繰り広げてくれるのか、はい、もうドキドキワクワクでたまりませんもん。ありがとうございます。はい、さあそこでですね今回の対決に勝った方には一体何がこう進呈されるんでしょうか。そこなんですよ、はい、ここはね、はい、己の威信だけじゃなくて、はい、商品をかけて戦いたいと思いますので、はい、皆さん、はい、期待してください。なんと、はい、勝者には、はい、こちらシェラトングランデ、オーシャンリゾートセガフェニックスリゾートの宿泊券をプレゼントです。あこれいいですね。これは素晴らしいよ。なんと2泊3日のペアチケットということで、これは誰しもがね、まあ、近藤さんがねちょっとお会いしてるからちょっと心配なところがあるんですが、同じ不安でしたね、はい、これはかなり豪華な、商品じゃないかなというふうに思います。やっぱりこうなんていうんですかね、観光地に行ってこうシーズンのね疲れを癒すにももってこいなんじゃないかというふうに思うんですが。そうなんですよ、はい、もう昨シーズンね、選手の皆さん非常に、はい、ヒリヒリとした緊張感あふれる対局をやっていただいたということもありまして、ぜひここでですね、はい、心と体を休めていただきたいかなと思いましての、はい、商品となります。来季へ向けてね、英気を養っていただきたいですよね。 はい、でも東京と宮崎って遠いんじゃないですか。そう思いますよね。僕そう聞いてますよ。はい、どのくらいやっぱ6時間ぐらいかかっちゃうんですか、ね、かかると思うじゃない。6時間だったら僕も行きたくない。いただいても行きたくないですよね。返します6時間かかるなら、はい、なんと、はい、今1時間45分本当ですか。いやいやすぐなの1時間45分ってもう、はい、その辺厚着ぐらいじゃないですか。もうそうですよ。もうどっかの現場行くより近い。厚着の方に失礼ですよ、ね、どっかの違う鈍行でですね、はい、そうです。もう本当に東京宮崎間1時間45分とお近くなっておりますので、いや近い、これであればね非常に行きやすいですから、はい、はい、ぜひ皆さんには楽しんでていただきたいと思うんですが、はい、まさかセガサミースフェニックスさんの企画でそれだけってことないですよね。聞いてますよ、まだ他に何かあるって。監督、ね、聞いてますよ、はい、実はもう一つあるんです。はい、こちらちょっと待ってくださいね、ええ、なんと、はい、ダルダン小さい、まあ、最強戦の出場権です。はい、これは、6月5日に行われる M リーグスペシャルマッチの、出場権をも今日かかってるってことなんですね。そうなんですよ、今日の選手が、ね、決まるということです。最高ですよね、はいはい、宮崎に行って疲れは癒せて英気は養える、さらには最強戦の、出場権利を
得れるかもしれないと、はい、これはもう大盤振る舞いじゃないですか。いやもう本当この試合はね、はい、ぜひ真剣勝負でこの素晴らしい勝利をゲットしていただきたいと思います、はい、あのどのチームもとしたらちょっと全チームではないんですが、あのチームによってはそのチーム内であの選抜戦を行って出場権を獲得されるっていうチームはあるんですよ、はい、やっぱりそこにプラスして宿泊券ついてるなんてもう素敵ですね。そうなんですよ、はいはい、僕 CM やるようでしたらぜひ待っていただいてあちょっとそういうのはね、はいはい、ということで、ますます力の入る戦いとなりそうです、それではですね早速選手の紹介をしてまいりたいと思います。はい、まずはこの方です、東条理央選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェニックスの元気娘ですね。元気娘です、はい、東条さんまずは、今日の対局の意気込みをお聞かせください。そうですね、普段、はい、チームメイトって応援するもんじゃないですか。そうですよね、仲間ですもんね。そう、仲間なんですよ。でも今日は、はい、景品、はい、この豪華景品をかけてるんで、はい、本気で倒していきます。うん、はい、いつもだったら、はい、ユーミン積もってって思うじゃないですか。今日は逆ですよ。魚谷掴めって思うじゃないですか。魚谷掴め、流局しろみたいな。そうですね、で思うと思います。今日は、はい、はい、で、まあ、東条さんといえば今年、はい、フェニックスに加入して初年度を加えたわけなんですが、はい、いかがですか、振り返って今年。いやもう正直なんかほっとしましたね、終わった後に。まあ、準優勝で悔しいんですけど、個人的にはやっぱりプラスで終えられたし、なんか1年間というかその、まあ、1シーズン通してすごくなんか楽しめたし、自分にとってすごいプラスになった日だったかなって思います。じゃあ、まあ、麻雀の方もグレードアップしたっていう感じでしょうかね。そうですね、はい、お願いします。はい、今日は期待しております。頑張ってください。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは続きまして茅森さやか選手です。はい、よろしくお願いします。はい、元気ですね。はい、よろしくお願いします。茅森さん、今年4年目のシーズンを終えて、はい、準優勝ではありましたが、はい、今シーズン通して一番ポイントを稼いだのは、はい、茅森さんなんです。あ、そう、知ってました。多分、はい、知ってました。何ポイント稼いだか知ってますえ、わかんない。レギュラーは250ぐらいで、うん、セミファイナルはマイナスだった。だから200ぐらい。そうですね、183ポイント、はい、はい、持ったね200は持ったね。ちょっと盛りましたね。まあね、今シーズンはチームを牽引する大活躍だったかなというふうに思います、はい、それでは本日の興味はいかがでしょうか。そうですね、宿泊券ですか、はい、ペアって書いてあるんですけど、うん、私家族で行きたいなと思ってまして、はい、子供の分はどうなるのかなっていうのをちょっと気になってますけど。監督茅森選手が勝った場合には、はい、もうね、はい、それは、はい、後でね、はい、ないないでちょっと濁しましたけど、はい、まあ、多分子供の分もなんとかしてくれると思うんで、そうですね、はいはい、ちょっと勝ち取りに行きたいと思います。はい、はい、ということで頑張ってください。茅森選手です。ありがとうございました。なんか私の時だけなんかすごい噛んでる気がする。はい、それでは続きまして近藤選手です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ近藤さん、はい、今回賞品すごいじゃないですか。すごいですね。あの最強戦の、予選チケットはもちろんなんですが、あの宿泊券、はい、もし近藤さんゲットしたらどうするんですか。ペ、ね、アですよ。そうなんですよ、はい。誰と行けばいいんですか。いや、空いてますよ。空いてます。いや、さっきね、はい、うちの、GM も、はい、空いてます。空いてます。そっか。じゃあ、はい、自分が勝った場合は、はい、ペアの権利争奪戦をやってます。マージャンね。近藤政治カップですね。そうさあ、近藤さん、はい、近藤さんといえばもうね、最高位、もう実績十分ですが、最強戦の方でも大活躍なので、はい、今回、最強戦の、出場権を、ひょっとしたら、まあ、M リーグマッチですよね、うん、取れるということで、そのあたりいかがですか。ね、うん、それ、だから、今のところ7月の終わり頃に、はい、1個あるんですよ、ね、だから、今日勝つと、2回チャンスがあるっていうことですよね、はい、そうなんです。やったりましょう。やったりましょう。最強戦ファイナル出場ですね。でも、最強戦の予選ね、正直言ったら1回やれば勝てるんですけどね、はい、2回もいらない。おぉ、いらない7月これ6月のやつ取って7月が誰が、ね、出るかも楽しみですね。それでも逆にそう考えるとちょっともったいないかな。確かに。まあでも麻雀界の若手のためとよ、やっぱり2回やった方がいい。はい、今日も大きい麻雀期待しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、そして最後は魚谷由美選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぴょこぴょこと跳ねてまいりましたが、はい、フェニックスのドラフト1位として、はい、昨年8位から、はい、今年ついにファイナルの決勝戦まで来て、はい、2位で終わりました。はい、いかがでしたか、今シーズン振り返って。はい、フェニックスで唯一レギュラーシーズンマイナス2回です。いや、しょんぼりしたね。あの、まあ、うん、チームメイトが私強くて、うん、あの、まあ、私はちょっとダメだったんですけど、ただそのあ M リーグは、うん、まあ、準優勝、うん、悔しいですけど、でも次に向けてまた目標ができたんで、うん、あの、同じメンバーで戦えるんで、ちょっとそれはあの頑張りたいなと。で、今日については、はい、あ、はい、今日については、はい、今日については、うん、あの、私こういう試合本当に強いんですよ。こういう試合、もう少し具体的に、なんかこういうちょっと、うん、一発勝負で景品がかかってて、うん、あの、勝ちたいみたいな、うんうんうん、こういう試合本当にすごい強いんです、はい。ええ、あの、過去にでも、はい、茅森さんと近藤さんとは、あの、まあ、別の番組で戦ったことがあって、はい、うんうん、勝ってます、うん、はい、勝ちます。今日も勝ちます、はい、ただ、一回目記念点は、うん、最強戦は誠一さんと多分2回やって2回負けてるんで、あららららららら、はい、なんで、そういうあやっていうとちょっと、はい、あの、あるかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、勝負強さを見せてくれるということですね。見せます、はい、持ってると、そういうことですね。期待したいです ね、もう今の力強い言葉、信じてます。はい、はい、そうですね、あの、まあ、持ってるからここまで来れたってことをちょっと証明しようと思います。はい、はい、ということで、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで、4名の選手紹介させていただきました。準備ができ次第、対局の方を始めさせていただきたいと思います。フェニックスナンバーワン決定戦、司会実況の日吉達也です。解説には最高位戦日本プロ麻雀協会より現最高位鈴木優プロ、セガサミーフェニックス監督吉野真一さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。フェニックスナンバーワン決定戦東杯のスタートです。お願いします。さあ始まりました、フェニックスナンバーワン決定戦。まずはメンバーの紹介からしてまいりましょう。トンチャに東条、ナンチャに茅森、シャーチャに近藤、ペーチャに魚谷の並び、トンの一曲、開局となりました。ドラは両ピンです。さあ監督の吉野さん、はい、いよいよ始まってしまいましたと言っていいでしょうかね。いや、ワクワクしますね。ワクワクしますね。さあ監督からご覧になって、まずはこの対局の注目ポイントをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。そうですね、あの、やはり一発勝負ということもありまして、はい、まあ、あの、上がり打点力、その他、まあ、爆発力などがどう影響するかというところがかなり注目ポイントになるのかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。さあそして本日のこの、フェニックスナンバーワン決定戦ですが、ルールは一発裏ドラあり、赤ドラはありません。最強戦2022のルールに準じて実施されます。さあ、鈴木プロ、はい、そのあたりを踏まえての見どころ、はい、1回勝負ですね、特にいかがなんでしょうか。そうですね、どの選手もね、一発勝負っていうのは何回も経験済みだと思うので、もちろん慣れているとは思うんですけれども、はい、やっぱり、あの、僕注目してたのは、あの、開始前の場所決めですね、はい、やはりね、一発勝負っていうのはね、はい、このラソーヤに近い方がね、どうしても有利となりがちですので、はい、やはり、ちっちゃスタートの登場、なんちゃスタート茅森は、うん、はい、ナンバーのね、親が終わるまでに先制をして、はい、なるべくね、トップ目に近い位置にいないと、うん、ちょっとね、あの、苦しいかなっていう部分はありますね。そういった意味ではペーチャの魚谷はもうこの時点でややアドバンテージありといった感じなんでしょうか。そうですね、はい、もしね、あの、ラスヤ回ってくる時に点数がね、あまりなくても、はい、そのやっぱり一発勝負頭取りというルールは、1位優勝しか価値がないので、はい、こうね、あの、点数ない人が、まあ、国士無双とかね、役満条件だったり跳ね満作らなきゃいけないという時に、ラスヤちょっとね、時間があるんですよね。そうですね、はい、なるほど。そういった意味では後半戦また一つ注目ポイント、ね、あるいは前半戦からバチバチ始まるかもしれない。そうですね、あの、この4人ですからね、普段はね、先ほども休憩中仲良し、もう仲すごい良さそうにね、和気あいあいとしてたんですけど、はい、もうこの勝負はね、皆さん真剣ですよ。そうですよね、はい、さあそして、まあ、最強戦最強戦と申してますが、はい、最強戦の申し子って知ってます監督。
最強戦の申し子ですか。最強戦の申し子と呼ばれてる方がいるんですよ世の中には。要は最強戦ですごく活躍するっていう選手ですね。はいはい、いやもう 最強戦っていうのはもともとアマチュアのための大会みたいなイメージで、うん、全国何千人の中から代表者を決めて戦ってたんですよ。何千人の中から毎年勝ってその大きなステージに来る人がいたんですよ。監督、そんな人がいるんですか。いるんですよ今監督のお隣に。はい、そうなんですよね。ユウさんは本当に最強戦の申し子という二つ名が通るぐらい最強戦での活躍が目覚ましいんですよね。はい、ちょっとね、アマチュア時代にですね、たまたまですけどね、やっぱ2年連続で、はい、その予選も本当にすごい人数がいて、だから、ね、そこ勝ち上がって、また次のステージで勝ち上がって、本戦に行ってっていうのがね、やっぱりすごいね、大変ではあるんですけど、まあね、2年連続ちょっと、いいところまで行けて、まあ、その、もう最強戦の申し子って響きかっこよくてね、はい、気に入ってるんですけど、はい。まあだから今回は最強戦のね、はい、チケットもかかってるということなので ね、ものすごく羨ましいですね。そうですよね、はい、さあトンの一曲先制リーチにたどり着いたのはなんちゃのかやもり関数ピンでリーチでした。前順からテンパイ入ってましたが一順、まあはい、かあのからぎりとかスライドさせて4万切ってリーチになりましたが、はい、何か狙いがというか、そうですね、変化があったんですかね。はい、本当はね、関数ピン、うわーおー、これを知ってたからか。何ですかこれは。何なんでしょうかおもむろなつもぎりり、あ、まあ、いわゆるスライドからの、はい、形変わってないですが、いかがですか。そうですね、ドラが両ピンだったのでね、本当、ドラ引いたりですとか、後傾変化、まあ、チーピン切ってたんでね、ローピン引きの両面変化はちょっとあれだったんですけど、はい、やっぱりこれがね、一発勝負ですね、もうね、もう2位も3位も4位も一緒なので、頭取りですから、はい、もうちょっと前に出てですね、まあ、全敗量であったりとか、うん、多少牽制する意味でもね、はい、リーチに踏み切ったと思うんですけど、まあ、タイミングがね、ドンピシャでしたね。そうですね。はい、監督、はい、茅森さんのこのあたりのいわゆるなんていうかな、天才っぷりもね、そうですね、はい、もうキレの良さでこういうのが、うん、シーズンでも随所に見られたんじゃないですか。そうですね、本当茅森さん打点力が非常に有名だと思うんで、うん、はい、ちょっと茅森さんとしては不足な打点なんじゃないかなっていうような言おうとした矢先ですよね。もう一発つもならね、はい、問題ないですよね。リーチのみの1300かと思いきや、はい、積もってさらに一発、早速見せていただきました。何度もねこの選手がチームを救いましたからね、はい、大活躍でしたね。大活躍でしたよね、はい、本当にもう頼もしいなという感じでした。かやもり、やっぱかやもりのいいところは監督から見てね、はい、こうかやもり選手のいいところ、うん、持ち味ってどういうところなんですかね。そうですね、やっぱり変わらない冷静さっていうところですかね、どんな状況でも、うん、何度もそれにやっぱり助けられまして、チームは魅力的な一面だと思います、はい、うん、本当に物おじしないというか、もう常にね同じ打敗をね淡々と繰り返せる選手じゃないかなって思いますよね、うんうんうん、それを繰り返すのだってね、こうメンタルがねしっかりしないとというか ね、はい、どうしようどうしようって思ってるとなかなかね難しいかもしれませんが、ね、しっかりと打ち抜いています。リスク管理もしっかりしてるんですよね、結構打点力、打点に見合った打敗っていうのが非常に多くて、はい、いくら手が良くても打点に見合わないときは結構そうですよね、手配に溺れないと言いますか、はい、そうですね、まあ、本当に M リーグ見ててもそういうところ随所にありましたね。しっかりした鉄壁ガードなんかもあると思えばね、はい、こう一発前に出るときはしっかり前に出てメリハリが、ね、あってやっぱ強いですね。そうですね、最強戦の話をするとですね、はい、最もファイナルに今のシステム、現行のシステムで最もファイナルに進んでいるのが瀬戸熊プロの7回なんですが、7回、それに次いで近藤さんの6回なんですよ。おお、だからもう近藤さんはもう本当に最強戦でめちゃくちゃ活躍してるんですね。もう常連って言っても過言ではないですよね。さらに、はい、女性選手だけに限って言えばですよ、はい、茅森選手は3回で女性選手最多タイの出場なんですよ。秋選手ですね。あ、そうですね。秋さんが3回、はい、と、かやもりさんが3回と、さらに大谷さん2回、東條さんはファイナル行ったことないんですけど、はい、フェニックスの4人はだからすごくね、こう最強戦との相性もいいんですよね。そうですね、はい、じゃあもしかしたらね、今日勝ち上がった、ね、選手が予選というかね、うん、本戦まで行ってそのまま最強になっちゃう、あり得る、ありますよね、あり得る。うわ来た近藤だ、サブローピン待ち、いいペイ効果ドラですね、これは。そうですね、どちらも高めになりますね、はい、もうそっくりチューンといきましたね。もうこれはやっぱりね、一発勝負ですし、はい、もうやっぱりね、気合もね、まあ、オープニングもそうでしたけどね、気合入ってますね。ただね、本当に近藤さんがうおー、はい、こんな難しいの持ってくる
近藤さんが勝ったらチケットどうするんだ問題がね。あ、そう、まあ、チケットもそうですけどリゾートもですよ。どうするんでしょうかね、はい、本当に。うわ、魚谷引きましたよ今の手で。両面両面の面単品ドラですよ、はい、のイーシャンテンでしたよね、はい、あっさりでしたね、はい、これ引くのも勇気いるんじゃないですか。そうですね、初ぐらいね1枚切ってっていうのがね、一般的ではあると思うんですけど、やっぱりね、はい、ウォータニーはね先ほども言ったんですけどラソエありますから、うんうんうん、ここでね、無理に前に出なくても、はい、こうしっかり守ってね後半さらっとね勝ちを取っていくなんていう、例えばそういった意味では、はい、トンの一曲親でもう今親が1回になってしまった、はい、東条が今の手を持ってたら、はい、ひょっとしたら押し返すもありますか。そうですね、東条はねこの近藤リーチが子供なので、はい、もう子対子であればねちょっとねビハインドがあって親番がね唯一1回になってしまったので押し返すのがね一般的であるかなと思うんですけども。なるほど。サブロピン全然減ってませんね。山よ、山よんでドラ3枚山にあるんじゃないですか。ドラ3枚なんと。あ、来た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 、完了ピンだ。これは1枚かな、これは1枚。いやでも強気に行きましたよ、はい、これですね、一発勝負のね、やっぱりかやもりも、うん、まあ普段あ、なくなった、うわー、うたにあんこだ。これは、近藤のサブローピン4枚山を2人でめくりますよ、今。あ、天杯スッチーソーで割り込んでくる、こいつら見せてくれるぜ。三元リーチですよ、トンパから見せてくれる。ぶつかりましたね、ぶつかった、完全にぶつかった。え、スッチーソー、あ、全然持たれてない、2枚しか持たれてない。これ、うたにさんも来るかもしれないですね、これイーシャンテンですね、うたにも、はい、バニー 1,2,3,4 か、2枚だ、スチソ2枚、サブローピンが4、2対4か、あーどらー、これは無理だろうと、うん、そろそろと捨てましたが、これにローンをかけてきたのが近藤リーチ、ドラ裏ドラなしは2600、2曲連続での上がりが生まれていますが、はい、まだこれは決定だとは言えないですね。そうですね、これ裏ドラもなくて2600ですから、はい、まだまだね勝負は先ですね。やっぱり注目は、はい、先制リーチの近藤に対して親の茅森、はい、関連ピンとかリーチしたんですが、はい、あのあたりのこう茅森の考えというのはどんなところにあるんですか、はい、やっぱりですね、この試合ね先ほどもあったんですけどね、1回勝負一発勝負の頭取りですので、はい、もうねもう特にね茅森親番だったですんで、うん、もうね、なんていうか、ノーテンバップ払ったりとか積もられても、もう補充でもそんな変わんないでしょっていうのが、はい、普段のね、ルールだったりとかよりも強く出ましたね、ここは。なるほど、はい、さあ、そして局面は早くもトンの3曲親は近藤に変わっています。ドラはウーピンです。こちらがかやもりピンズ一メンツ完成しています。近藤はメンツなし、ドラのウーピン1枚、両面ターツが2つ、そして魚谷は端に寄った手配、ソーズで一メンツとピンズ一メンツ、はい、これチャンタっていう感じですね。そうですね、純ちゃんチャンタをね強く意識してますよね。そして東条もこれで二メンツ完成、はい、しかしバチバチですね、本当にもう激しいですね、はい、いきなりトンバからね。普段は仲間ではありますが、はい、今日は敵です。これはドラがウーピン残してシャ、ドラが来ました、東条です。ちょっとね各選手時間がかかりそうなね手配に見えますね。ドラが山に2枚残っている。今度は関数ピン入れてますか、引き締まっていますね。そうですね、前進してますね、はい、商品 の、 フェニックスリゾートの宿泊券なんですけど、はい、昇仙宮っていう温泉がただで入れるんですよ。リゾート内に温泉施設昇仙宮があるんですね。そうなんですよ、はい、まあ、ここはもう温泉好きの近藤さんかなり気合い入ってるんじゃないかと。そうですね、温泉といえばみたいなとこありますよね、言われてみれば。そして芋焼酎が夢みたいですね。あ、フェニックスの選手とで、監督の知る限りでいいんですが、お酒好きな選手とかいるんですか。いや、お酒好きな選手は3人いるんですけど。あ、3人、はい、はい、近藤選手、はい、東条選手がビール、はい、茅森選手がハイボールですね。焼酎じゃないですね、芋焼酎がでもまあお酒好きな人はね、焼酎も飲まれるでしょうからね。うそうですね、はい、監督はお酒は、監督はお酒は大好きですね。あ、はい、そうなんですね。じゃあこの芋焼酎も、はい、芋焼酎大好きですよ。はい、なんでぜひ自分も行きたいと思うんですけど戦ってないんで無理ですけどもね、はい、なるほど。でもいいんですよ、監督権限で。そうですね、近藤選手が勝った場合はね、あ、確かに確かに、もうペア宿泊券なんで、はい、あとの一人誰だっていうまた新たな戦いが始まると思うので近藤政治カップですね。そうですね、
さあ近藤がイーシャンテになりましたね。くっつきにしましたね、チーソーキって。そうですね、全部チーソーチね、はい、ちょっとあの味のある一打ですよね、うん、あの時はウッパーソーはウーソーが2枚とパーソーが1枚見えていましたが、はい、うん、3枚目だったんですよね、はい、はい、まあ、ピンズで勝負していこうといったとこか、はい、当時もね、いいシャンテンになってるんですよね。ドラグピンなんでね、なんとかドラを生かせる形でテンパイをしたいんですが、ちょっと上の3色7、8、9もあるかなということでパワーは残しましたね。うん、さあ、誰が最初のテンパイに。あ、これはどうするかな。今度ソーズ下側の景色がちょっとウーソーが3枚でもちょっと見えちゃってるんですが、ウーソー4枚見えてるけど切りましたね、はい、はい、パワーピン切りました、うん、くっついた時に強いということですね。うん、あ、テンパイだ。一発勝負はありますよ、ドラダンキのリーチ。あるいは、うん、一手側に気痛感見た、街の変化を見た、はい、一気通貫の変化と3万、例えば数万とかなら美味しいですか、はい、そうですね、はい、ヤンマン引いた時どうしますかね、うん、フリテン。なるべくね、ドラをね、このままね、ダイレクトに積もってもいいし、はい、通気通貫変化をね、見てやみてにしましたけれども、ピンズめちゃめちゃ高いですね。そうなんです、あ、これ難しいですよ。1枚キルもありますし、もうこれ一発勝負ですから、アンカーしてそのままリーチありますよ。ウピンね、まだ山に残ってますから、切るか、カンならもうリーチですよね。カンはリーチですね、はい、いや、ここちょっと難しい点になりましたね、東条。東条、これ今ルール確認してますね。カンしたらドラ乗りますかみたいなこと言ってたっぽいな。なるほど、今日一発裏ドラ、ね、あのカンドラもちろんあります、はい、テンパイだ、いくか、闇点。ちょっとピンズがね、あまりにも高い、はい、全然出てなさすぎて、ちょっと情報がね、不透明すぎるということで、闇点、この闇ピンだ。スーピンはドラ表示牌、関数ピンにするもありますか、はい、ただ、おお、なるほど、関数ピンで本当にリーチだ。見た目枚数はね、3枚対3枚でしたが、はい、ここは関数ピンにしましたね。まあ、このリーチにしたことによって点数は安くなりましたからね、はい、さあ、今度は前順転廃していましたが、ここは一歩対応しましたね。うん、なんか勝負焦ってないっていう感じしますね、はい、このあたり親でドラ1の関連ピン、まあ、ちょっと高いは高いけど、はい、思い切ってリーチもあるかなと思いましたが、ドラ1ありましたからね、はい、一般的にはリーチの方もね、多いんじゃないでしょうか。うん、ここは一旦迂回をしています。まあ、今度もね、今2万8600点持ちですか、あの、はい、ビサとはいえトップ面に立ってるんでね、んここはちょっと一歩引きましたね。街の、うわー、すごい、ラスハイ引いてますよ。リーチ、ツモ、ドラ、千二千、こうなると3万返しとけよかったと思ってますよね、人ってね、そうですね、そういうもんなんです、はい、それを思ったっていいんです、はい、欲張りですから、人間はね、はい、はい、さあ、かやもり、近藤に続いて東条も上がりを決めてきた、はい、さあ、そしてトンの4曲、親は魚谷と変わります。私、一発勝負強いんですとか言って出てった割にはまだテンパイは入ってないぞ、ね、うん、言ってましたね、はい、まあ、もう魚谷のね、勝負強さはね、もうご覧の皆さんはね、もうすごくね、感じると思うんですけれども、はい、さあ、そして親番で持ってきましたよ、2メンツの初参考。うわー、これは期待できますね、チャンスですね、はい、まだね、上がりが3つありましたけど、どれもね、決定打というにはね、まあ、ちょっと打点不足なんで、ここね、はい、やっぱり一発勝負はその自分の上がりもそうですけど、1人に抜け出させない、はい、こうみんなでね、こう1人の選手が抜け出すのをこう引っ張るじゃないですけど、まあ、そういった勝負にもなるので、なりますよね、はい、このね、魚谷リーチからのね、まあ、2600オール4000オールクラスになると、はい、ちょっと他の3人がねきつくなりますよね。手がいい、さあ、両面ができました、はい、こちら登場1メンツできた、ちょっと本一含みですね、はい、かやもりはメンツが1つですが両面ターツが非常に豊富、近藤これで3メンツ完成して、いいシャンテン、これ一歩リードしますね、はい、抜けましたか。さあ、あとは打点をどうつけてくるかですね。まあ、ソーズの一気通貫とかに仕上がれば超理想的ですね、はい、近藤こちら、マンズだ、リャンマン切ってるからつもりですか、はい、一応痛いかな、握れ、痛くない。かやもりもね、そこそこ整りそうなね、手配になってます。あー、テンパイだ、リチのみですね、ガンリャンピン外しましょうか、近藤、あー、取った、取って闇、なるほど、おー、あ、いやー、糸引いた、これはジャントが欲しいんですよね、はい、ここがパーピン、はい、シンプルに想像の伸びを見ている、はい、武蔵、いや、遠いか、うわー、嬉しい、ドラが使えた、使えた、ドラが使えた、くっついた、チーピン打つかチーワン打つかですかね、広いのはチーピンですね、ここがシンプルにいったチーピン切り、はい、シャンテン、
近藤しかしこれ僕外すもあるかな、近藤に限って外すもあると思ったんですよ。そうなんですよね、ちょっと意外でしたね。だからそのやっぱり少しね、微妙にリードしてるのでこのままツモ上がるのもだいぶ偉いという判断ですね。ツモ300、500も十分と、はい、先輩を、ね、そうですね、経由しながらソズの一気通過ですね。こういった変化を待ってましたね。これ嬉しい変化ですよね、はい、さあ東条もいいシャンテン、全員いいシャンテンですよ。ぶつかりますよまた誰が、ね、今度はテンパイとか、ごめんなさい、今度はテンパイ、はい、他三者いいシャンテン、誰が最初にリーチって言えるかですね。ですね。まだやっぱり先ほどね、魚谷選手がね、いい、かなりね理想的になって早いから、はい、リーチに対してあっさり引いたので、そうだ、三ピン運送のシャンポン待ち、はい、つも300、500の上がりで魚谷の親が流れて何の一曲に変わります、はい、最速の上がりでしたね。ですね、はい、ゆうさん、はい、トンのトンバの戦いを振り返って、上がり4回出ました、はい、ただいずれも決定打には至らず、はい、まだまだ接戦続いてるんですが、はい、こういった感じで1周終わって、はい、残り1周、まあ、ナンバですね、はい、そうですね、どういう戦いが予想されるんですか。はい、ここから本当にですね、やっぱり勝負どころの見極めがすごく大事になりますね、はい、やはりその5200、8000クラスを1回こう豊潤にしてしまうと、自分がねちょっと優勝争いからねだいぶ離れてしまうので、はい、やっぱり前、おちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、ごめんなさいね、3個できてません、これあれ、あんこ3つあります、イーソーシャー、イーマン、ずるい、ちょっとちゃんともある、あれイーシャンテンだ、ダブルじゃない、広い、4万ですか、これ、何切りま、え、何、うん、3層ですか、シンプルですね、これ、はい、ちょっとやそっとじゃ許されないですよね、はい、ちゃんたかサンコは絶対つけたいですよね、はい、4万切りもねちょっと面白かったですけど、4万切り面白い、はい、ここはやっぱり親ということもあって最速リーチを狙いましたね。いやーこれは大チャンスかもしれないの手ですよ、はい、本当に本当に一発勝負どっかで抜け出す高打点決めたいですし、他の3者は決められたくないので足の引っ張り合いになるんですけど、はい、ここは東条ありますね、ありますね、これ本当に決定打になるかもしれませんよ、うん、はいはい、今ね東条ドラのウピンをつも切りしたんですけども、はい、近藤さんがねうわーって顔しましたね、ちょっとのけぞってね東条早いかと感じ取ってますよね。いやいやいや圧倒してますよ、はい、さあただね他の3選手も、まあ、東条が早いのは感じてると思うんですが、これをね上がらせないためにね潰しに行かなきゃいけないので、はい、ちなみに東条は何を持ってくるのが今一番嬉しいんですか。これはそうですね、はい、例えば、うんうん、9万とかどうですか。9万引くと3万効果サンタが絶対確保できる、はい、9万ツモが一番嬉しいんじゃないですか。ただまあ本人はねジャントになってアンコになってのスワンコー短期まで、ね、見てるかもしれないですね、はい、あと本当にもう一個困っちゃうのが、はい、ジャントできた時にですよ、はい、リーチするかしないか問題なんですよ。ありますね、リーチだと安いんですよ、はい、そうですね、はい、これはもう闇店にしたらねこの3個のみを出上がらない意思で闇店にしますね、なるほど、はい、上がらない闇店にするってことか、はい、もう行って先を見たさらにね、数万個3個まで見た闇店ですから、はい、うんうんうん、これやっぱね安い手では上がりたくないですね、闇店にするのであれば。おお、いやーもどかしいですね、早くリーチ打ちたいですね東条は。カエモリはペンサンスを注意して本一に向かっている、はい、ただもうね親の東条の下茶でねカエモリ動き始めてましたけど、はい、東条はもうね止めれる範囲ないですよ、もうこの曲はまっすぐですから。うん、そうですよね、はい、マンズ1枚も引きませんね、引かないマンズこれ全部全部ですね、あ1万はダメか、1万以外は全部ですもんね、はいはい、まあ、1万もね安冠してしまえばと思えばね全て有効入っていても過言ではないですよね。ロウソチーソイーシャンテンの魚谷、あもう嘘余ったってことか、はい、カヤモリが本一とかね陳一だった場合に、ね、嘘が1枚余ってるのでちょっとチーソを嫌いましたね、はい。これはカヤモリピンズの両目を残したということは一気通貫のかわしても考えてるっていうことですか。はい、数層で一気通貫完成でドラガウピンなので6ピンチーピンのターツをねちょっと厚く持ちましたね。うん、さあそしてとあテンパイだ、うわこれが一番もうムカつく、 Q1 がねちょうど前順で3枚見えちゃったんですよ。じゃあ短期待ち取りやすいですね、はい、これ一旦短期待ちにしましょうか。 C1 が場に1枚パワー1ションパイなんで C1 を縦に置くのが一一般的でしょうかね。はい、うん、そうですね。パーワン短期待ち、はい、3アンコウのテンパイ現状、あ、ロータニのパーワンダメだ、
でも当初のあのチーマンどう見えます？一色っぽくも見えませんか？はい、ただ道中がねもうずっとつもぎりだったので手が変わってないんですよね。はい、寺つもぎりをね把握してないウータニーじゃないので、ただまあちょっとねワンズはね怖いですよね。次移りますけど、もしかしたらもう受けるかもしれないですよ、パワーを打たずに。自身がパーソーを切っちゃってるんで、ほう、うわ一発逃した。これはでも取れないですね。これいらないっすよ、いらないです。リーチ一発もは、はい、あ、お上手、肩上がり数層倍1、いやバゼロか3山、3枚ある。これかわしたら大きいですよ、かやもり。ドラ、これパーワンいっちゃうかもしれない。これドラです、これパーワンだ。いやチートイシャンテンですよ。チートイツだ、パーソーか。パーソー切って、ただねウーソーが余ってて、かやもりのね一気通過もまだ残ってる。チーピンか、そうだ、チーピンだ。ここら辺はしっかりしてますね。してる、素晴らしい。守備力高いですね。このレアンピンよく見えるな、登場。リーチありますか？闇天。闇天。パーマンポンはここ、あ、レアンピンだ。ちょっと危ない。レアンピンだ。登場の上がりです。三暗光、5800？そうですね、はい、60分ですね。はい、中杯何個か3つあります。ね、上がって。でこのリードをね生かしたいですよね。当時は親が落ちてしまうともうちょっと残り親番がないので、逆転というか加点が、大きな加点がね難しくなりますから、はい、先制したいですよね。さあレンチャンです。ドラローピン、ドラが1枚見えます。ただ他の部分があんまり良くない、はい、さっきのハイパイ見ちゃうとねだいぶ悪く見えますね。あれはもう年一のハイパイですからね。かやもり、ちょっと苦しいですね。今度メンツはなし、リアメ2つ、はい、魚谷がいいですか？メンツはありませんが、はい、中ちゃんぱいが多めですね。そうですね、単野でねワンズ部分で一平行なんかできればね十分な打点になりそうですね。はい、さあまだ東条が1人抜け出したとはいえ31,500、はい、まだまだ全員ありますね。そうですね、4着目近藤まだね2万点以上持ってますから親番もありますね。はい、例えば基本的にはペーチャが有利という話がありましたが、はい、このまま行くとすごくスピード勝負になってペーチャの有利性があんまり保てないですね。はい、ペーチャでやっぱり有利な局面というのは、うん、ちょっとね点数減らしちゃってる人が、はい、あの打点を作らなきゃいけないっていう状況になって、うん、そこでね時間が生まれて親が連チャンしやすいっていうあの、はい、ものがあるんですけど、これぐらい小判になっちゃうとね、あの、うん、ペーチャもさらっと終わってしまうかもしれないですよ ね、はい、逆にペーチャだから早く終わられちゃったみたいなケースありますからね。ありえますね。はい、登場は白が統一になっている。ドラがね1枚浮いてるというかね、なんかちょっとドラを使いたいですね。これは使いやすいドラです。目いっぱいでいく、はい、今日なんか茅森さんの相撲のあれ、はい、モーションが元気いいですね。元気、はい、なるほど。シーズン中もこうピッピピッピ積もってこう小気味よく打つんですが、はい、今日は特に特にいいですね、うん、いわゆる指が跳ねてるような状況ですよね、うん、やっぱフェニックスリゾートへの家族旅行を夢見てるんだと思うんですけどね。いやだいぶ勝ちたいですよね。いやもう人参作戦成功だと思いますよ。はい、全順ね、当時はこちらドラを重ねてね。はい、こちらしょうがないですね。これでもこれで白ポンはかなりしやすくなりましたよね。そうですね、ドラドラですから、うん、白はポンするでしょう。どうかな、そろそろ出るのかな、トンから。まあでも今度手は整ってきましたからね、時間の問題で白は出そうです。次で有効牌引いたら白になりそうですよね、今度の手はね、はい、それまでにね、あ、そうですね、メンツを一つでも作っておきたい登場。これでリアンシャンテン4-5-6だ、リアンシャンテン4-5-6組ローマン残している。やっぱり打点はね、あの意識しますね、かやまりはね。白ポンですね、はい、いいシャンテンです。9万ポンだ、うわー、ローピンっぽい。あそこ右の2枚ですね、今ね。そうですね、はい、さあスッチーマンですね。これドラドラだから、あ、これでイシャンテン、イシャンテン、はい、ドラドラですから中、あの中打点ありますよね、はい、これはなかなかのいい点数ですよ、はい、なんだ3番切りづらいと思えば急走取り落としもありますね。しごろ1本でいきますか、はい、まあ、ディフェンスプラスしごろですね。そうですね、ディフェンスプラスしごろ、ただ受け入れは狭くなった。あ、当たり牌ですよ。さすがですね、ここら辺は冷静ですね。さすがの聖一、はい、一発勝負だからといってね、前に出るばっかりじゃないですね。いや、あの今回のこの4人の中でかなり落ち着いて打ってるなっていう感じしますね、はい、いやこれ捕まっちゃった。天敗が入るとかやもりのスチは危ないですね、はい、うわー近藤冷静、
茅森は手的に天敗はちょっと止めれないですね。そうですね、第一のピンフですから、はい、ちょっと難しいですね。助かるには数万か、数万を引いてない、あーちゃんとにはならないですね。チーマンが2枚、チーマン引いてサブローマン勝負か。でもそこまで無理しないかな、ね、順番的にも。お、価値のあるイーシャンテになりましたよ、ウオタニ。俺はウオタニいてですね、両面両面の面単品イペーコまである。ガ、はい、ー引いてしまったら終わりだ。これを止めれる大人じゃないぜ私は。ハクドラドラ5800、2局連続の5800は1万2000に相当しますからね、はい、連続上がりですね。これは少し抜けたと言って、まあ少し抜けたと言っていいですよね、はい。ちょっとフェニックスリゾート見えてきましたかね。見えてきましたね。だいぶ視界にね、はい、今どうです、愛知県の上空ぐらいまで行ってるじゃないですか飛行機は。行ってますね、ちょっとね。搭乗号は行ってますよね、はい、南の方へね、南の方へじわじわ向かってますよ、はい南城さんになるかもしれませんね来季は東じゃなくて南に向かうんで。あ、またいいんじゃないか。さっきもね、搭乗ハイパーイマイチでしたねなんて話だったんですけどね、5800の上がりになりましたから。大きいですね、はい、ドラ重ねてからもう狙い通り白ポンできて、はい。今度は茅森が縦系の手になってますね。はい、今度も白統一一面つ、はい。ただね、もう当時今3万点、ね、もう4万点近くになってますけど、はい、もうね、これ以上親をやらせるわけにはいかないので、まあね、こう打点関係なく一旦もうこの親はね、ちょっと一回リセットというか親を流そうっていう選択肢でね、近藤の仕掛けもあるかもしれないですね、白の一泣き。なるほど、本当は大きい手にはしたいわけですよね。そうなんですよ、はい。でも次の登場の4000オールとか決まり手になりかねない、はい、やっぱりね、一発勝負ね、たくさん経験している近藤選手ですから、もしかしたらね、シーズン中にはなかなかこの形から白のポンをね、なかなか想像できないんですが、うん、はい、もしかしたら白のポンあるかもしれないですね。あ、出ますよ、一旦なん場に高い方から打っていきます、はい、これでシャンテン、ただチュンのポン点は取れません。ちょっと打点的にも不満ですがね、やはりね、この登場の親を終わらせたいという意思はあると思いますよ。うん、出るぞ。ここは動かず、近藤誠一は近藤誠一でしたね。本当ですね、はい、不動心。うわー、うわー、さすがだ。これはこれが誠一、はい、こうなるとリーチしてぶつけたいですね。今度はかわすのではなくて、うん、ここ登場の親をね、親っかぶりさせて点数を詰めたい、そういう手になりましたよね、はい。いや、近藤はいいな、近藤はいい近藤はいいこれカンパースはリーチですもんね、多分ドラのカンパースは即リーチ打つと思いますよ。マンズも選びます、選んでリーチになります。リーチ打つ、そうですね、ドラ引いたね、ハクアンコはリーチ打つと思います、はい。他にも整ってきた 2,3,4 含み、まだ2枚ありますよね。パスドラのパーソン2枚ありますか。おー、こうフェニックスの最終戦でリアンパーソンの倍マンありました、ありましたね、ありましたね。あの時実は私監督、はい、パッソーをイメージしたこうポーズをずっとしたんですけど対して祈ってたんですけども、パッソーはやっぱりフェニックスで自分が結構パッソーダンスみたいなの踊ってるんで、はいはいはい、控え室でそんなことしてるんですか。そうなんですよ、結構街を、イメージしたあーなるほど、はい、ポーズを、はい、積もれ積もれと、結構積もれないと監督が、うん、やってないからだって結構言われます、ね、体で表してね、はいはい、パワハラならぬじゃないですか逆じゃないですか。いやいやいや監督はやってないから積もれないんだと、はい、やんないとね、はい。他にこういわゆるポーズで表せるような配って何かあるんですか。ありますね、結構、はい、例えば、まあ、ピンズは一通りもう全部、はい、ピンズいけるんですか。3ピンなんか今大谷積もりましたけど、3ピンはもう本当綺麗にこうこれは視聴者の方見えないのがちょっとあれですけど、面白いポーズしますよ。なんかボクシングボクサーが構えるみたいなポーズで、はい、確かに3品ですね、はい、今のは。うん、まあね、結構そういうのね、やったりする。チーマンとかね、飛行機みたいなこと言ったりしますよね。あー、そうですね。チーマンね。確かに確かに。あとなんか、ハイのポイントをちょっと秘めした。9万とかも、これだけで。これだけで。これちょっと見てもらいたいですね、今のポーズ。それ、ファンの方の、はい、オンラインパあなるほどみたいなのでやったりするんですか。いやいや、でもこの間のオンラインパブリックビューイングで、ちょっと、はい、やりましたかね。そうだね、はい、なるほど。今の9万面白かったですねなんて控室盛り上がってるんですけどね。いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか。なんかね、和やかなねムードですよね。さあ、いい点になってますね。大谷もね、いいシャンテンまで来てるんですよね。二刺しになれば理想的、はい、タイヤのいいシャンテンです。東条と大谷がもうすでにね、ドラのパースを話してるんですよね、うんう
今度はハイクリーチを打ちたい。本店肩上がりは取らず、はい、登場いいシャンテン、かやもりいいシャンテン、よくぶつかりますよね、そのシャンテン数が ね、 やっぱお互い攻めてるっていうことなんですよね。そうですね、これってやっぱりね、前のめりと言いますかね、はい、こう簡単に降りないとか諦めないとか、手をねしっかり組んでますよね。どちらもね、3コブ組のいいシャンテンですもんね。はい、かやもりがなかなかテンパイ入らない単品、はい、嬉しい変化ですね。いやリャンス打つのかな、リャンピンは1枚切れです。はい、一応リャンス打ちますか。リャンス打った、はい、ムム一応テンパイですね。ペンス3ピン、はい、リーチあるか、3きますかね。ドラ2枚目ですもんね、はい、ただまあちょっとね、あの一発勝負でリードしてるので、なるほど、ああそれでもリーチだ。でも攻める、はい、緩めない。3ピンに1山、はい、あー一発、これまたテンパイしたら危ない。テンパイしたらちょっと止めらんないですね。あとは10目ですね、はい。3ピンの話してたら3ピン待ちになりましたよ監督。なりましたね今日はチームメイト全員ね、平等に応援しなきゃいけない立場なんで、3ピンのポーズはできないですね。控室だったら踊ってますね。かやもりがどうか。ここはテンパイすると危ない。あと2回、はい、負けてますからね。そうですね、あテンパイした。関連マン一だ。リャンマンはどうですか。現物2枚切れでしたが、あ順からですね。順から2枚切れは順から。というか順から対順からだ。になりましたね。山にはない。はい。リャンマンはでも現物と筋か。3万は通ってない。はい、ウーアンがいけますか。ウーアンいった。はい。そうですね。かやもり入って切るのあるかな。いやこれ次リャンマンあるよ。次ないよ。ない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 。何引く。やばいやばい、これは危ないぞ。いっちゃったよ。うわ、えチーマン、チーマン、ウーワンが4枚見えですか。4枚見えか、なるほど。ノーチャンス、はい。でパーマンが4枚、あパーマン3枚見えか。そうですね、なるほど、はい。いやでも危ねえっていう感じですね、リャンマン待ってみたら。はい、そうそう、連チャンしますね。連チャンですね。トンバはね、サクッと終わったと思ったらね、ナンバに入って親の連チャンですね。東条と近藤の2人テンパイで流局、そして強卓溜まってきましたよ、はい、これはちょっと誰にも取られたくないんで、はい、いつ前に出てね、回収しておきたいですよね。誰も人に渡したくない、はい、なおより激しい局になるかもしれない。なりそうですよ。ドラは数万、ちょっとね、ちょんちょんが悪かったですけどね、そこそこの手配ですね。これは悪い。かやもりも、あー、塚さんだった。どうですか、かやもり、風呂入れますかね、監督。うわ、入れないでしょうね。入れない。なんだこれは、今度は近藤だ。シャーシャーですけど、シャーから打ち出していきましたね、近藤。なるほど。はい、まあ、一色ばかりに気がいってるわけではないと。そうですね、4、5、6の3色単葉だったりとか、ドラ1ありますからね、はい、あとは一色にするならもう鎮逸ですね、一気に本一はいらないという一打ですね。 うわー、どうしますか。もう3万打ちます、もう9万いっちゃいます、ドラ引きも9万、はい、イシャンテンで単葉、そうですね、9万だ、もう大きく打ちますね、近藤はやはりね。ここは9万切っていく、はい、形はイシャンテンですからね、はい、ちょっとメリサギザワッと、うん、大谷の初かす、初は通、あー、かやもりか、あーダメだ、うん、大宣言厳しいかもしれない、白のポンからいく、はい、大谷は仕掛け、今日は初めてかな、仕掛けてましたっけ、どうだったか、仕掛けてないんじゃないですか、ね、なんか初めて声は届いてないですけど、声を聞いた気がしますね、はい、ここでピンズを、はい、前順で3は打たなかったのがね、良かったですね、来ましたね、はい、はい。さあ大谷も、まあ、第3ゲームは見つつですけど、高打点にならなくてもね、強卓、はい、本場をね拾いたいと。登場もいい形になってきましたね。かやもりは4統一、うん、白はポンしてる牌です、はい、数ピン残しましたね、残しましたね、はい、うん、これは第3ゲーム見切ることになるかもしれません。そうですね、さあこれで2面ツイシャンテン、またしても登場が来た、登場が来たぞ。お、これはかやもり一色がありそうだな。そうですね、そうですね、これは初仕掛けそうですね、はい、想像が多めになってきましたね。
もっとこっちはピンズの追いつがあるか。まだ第三弦打ってましたね。今初切る手もありましたが。さあ来た、行った、行った。よどみなかったですね。決めてましたね、もうね。ですね。はい。ちょっとバチバチ来てますね。選手のここもぶつかるんじゃないですか。はい、ぶつかりそうですね。選手のね、ダハイスピードもだんだん上がってきて。はい。入り込んできてますね。入り込んできてますね。チュンだ。これは出ないですかね。一旦数ピンですか。はい。はい、数ピンポン。で、チュンポンだ。次が。ですね。はい、イーマンがもちもちですよね。はい。トイトイ含みですね。イーマンがもちもちだ。ここで何打つとイーマンが出るパターン。受けた。もう行かないと。はい、魚谷の2フールを見て東条が引きます。まあね、十分な、まあ、そこそこね、のリードを持って、はい、まあ、まあ9大点といいますかね、うん、まあ、このあとね戦える点数持ってるからここでね、うわーすごいの引いた、来た来た来た、急所引く、初が魚谷からどのタイミング、あ、これで初だ、これで初ですね、はい、ポンしてテンパイ、ポンしてテンパイですよ、茅森はこれ完全にドミノ、ドミノいってる、 ぶつかった、はい、イーマンリャンピンの歌にサブローソーの登場、失礼、カヤモリリャンウーソーの近藤だ、違って7万か、はい、いい数だと申し訳ございません、まだこれは脳天です、いやこれも2人は止まらないですね、お互いにやめないですから、登場がねしっかり対応してどっちの流れ牌が先にあるか、そして近藤もお花行き荒いですよこれなら、はい、テンパイだ、いやどういきます、ピンフならそうですね、はい、ウッパーワンだってイペコ含みですか、ウッパーワンでもめっちゃ出てますね、はい、ドラが数ワンなんで G1 切りパーワン切りがありますね、ピンフつけた G1 切りはイースーマン待ちですね、はい、イーワンがなかったんでしたっけ、確かないですね、ないんです、ドラのみ、はい、スーマンが3枚、3枚だ、え、これ一発持ったら4000、8000とかありえますよ、4000、8000、うわーっと、ここは茅森だ、ラスハイじゃないですか、これもサブロッソ結構持たれてましたか、あらららら、目覚めましたね、はい、ほとんどなかったんですけどね、1300、2600の、はい、何ボンバだ、3ボンバです、3ボンバ、はい、いや近藤のね決まり手が炸裂するかと思いきやね、競り勝ったのは茅森です、いや本当にあの決定打がねまだまだ出ない勝負が先延ばしになってて面白い対局になってますね、さあこれで登場の親が終わって何の2曲、はい、このままゴールまで走っていけるか登場、それとも3者の追い上げが来るか、ドラは数ピン、はい、茅森親番白統一でドラの数ピン1枚、9ピンが2枚あってマンズで両面があります、ちょんちょんがリャンソーがあって1メンツ、メンツがいくできた、いいんじゃないですか、そうですね、結構、はい、先ほどの上がりで失点を回復しています、今度は厳しい、今度ね今の手ももうちょっと見たかったですけどね、そうですね、1回ぐらいいつも見たかったですね、はい、さあここは茅森親番白を仕掛けていきます、まだこう包丁でね大きく点数を減らした選手がいないので、まだまだですね、ここは当時もこっからが大変ですからね、はい、残り3曲、まあ、当時はもう本当にねあと自分自身の打点というよりはもう親落としですね、はい、どれだけ安全に1個ずつね自分の勝ちに向かって親番はね落としていけるかという勝負になってきますね、うん、急所引いた、まあ、いいシャンテンですね、はい、カンチーピンとカンパーソー7、8、9になれば理想的か、はい、さあいいシャンテン、はい、ドラのスーピンね、なんとかくっつけてね、少しでも打点アップしたいところですが、うん、東条もね、ちょっと下茶の茅森の仕掛けなので、はい、あんまり泣かせたくないですが、おーもう引いた、うん、勘違いそうから引いたらここはテンパイ取りますか、まあ連チャンつなぎの一脚と、そうですね、でしょうか、はい、茅森もやっぱりね、このままの東条に離されずにオーラスね、やっぱりマンガンツも剣には痛いはずですから、これさあ茅森の上がり、白1500の上がりです、うん、登場からしたらね、ロンって言われた瞬間怖かったですけど、まあドラム出てるんでね、狭い手でホッとしたところですかね、ナンバに入って親が連チャンしますね、はい、トンバと大違いですね、はい、何の2曲1本場、茅森の連チャンです、ここはちょっと登場が愛知ぐらいまで戻ったかもしれない少しバックしましたか、だいぶ進んだんですけどね、はい、ちょっとあんたどこ行くのと、はい、先輩が怒ってますよ、はい、
悪いぞこれは悪いぞ。ペート磯が統一ですが、トラがチュンチャンパイ、ウーピン、いやーきつい。一色ですか、一色パーピンぐらい切っときますか、トーンから。なんだここら辺やっぱりかやもりらしいですね。僕なんか結構ウーワンとかから切って、はい、もうダメでもいいやってやっちゃうんですけど、まあ、高くなった時にすごい高打点逃がさない打ち方になってしまうんですが、はい、やっぱりね親番で丁寧ですよね。ハイパイで褒められるところは二統一って結構きついですよ ね、 あれね。いやきついと思う、相当きついですよ。両面とかも何もないですから、はい、しかもこの大事な親、ただまあ直撃の1500とはいえこれでだいぶ詰まりましたので、親番落ちても大丈夫なぐらいの差ですね。はい、対して近藤魚谷が伸びている、はい、登場もドラメンツできていて悪くはない。わあ4統一まで来た。あんまりね本当は親番でチュート一やりたくないんですけど、リアンシャンテンまで来ましたね。伸びた伸びた伸びた、差し子だ、はい、ここは近藤選手と魚谷選手が、そうですね形で言うと、はい、近藤魚谷のぶつかり合いになってもおかしくないですね。割って入るか登場利用、急所だ、いや、ド急所ですね、今のは。そうですね。うわー、急所。何ですか、この人たち。本当に。すごい。6万かリャンピンだ。ウーピンドラか。はい、リャンピンありそうだな。ワンズの伸びを意識するならローワンで、ワンズくっついたら、ソーズのね、ヤンソーさんさっき払っていくという方を重視しましたね。うんうん、柔らかいですね。はい。じわじわ来ましたね、登場も。本当ですね。いや、もうこれ、かやもりの親持たない。かやもりはもう何でもいいから、チートイツでリーチと先に言いたいですね。ローマン離すかキューピン切るか、はい、ローマン、なるほど、形決めに来ましたね。決めましたね。かやもりの捨て牌もね、少しチュンチャンパイ目立っててね、速度を感じてるかもしれないですね。キューピンが少しローマンより安全という判断でした。ウオタニはここでタンヤを、いやー、来た、3番に続いてスーソー、イーシャンテン、4、5、6もありますがね、あ、4、5、6だ、戻してないか、イーシャンテンか、はい、タンヤをよりもって感じですね。イワン切りもありましたけどね。おお、このスーソーは結構これドラゴンジャイムです。うわ、はい、これ残ったか。いや、危ない。いや、一旦リャンマンですね。いや、これ危ない危ない。危ないですよ。これ、バンズの両面引いたら危ないですよ。ソーズが両面に伸びても危ない。はい、いや、これ、スーピンほとんど打っちゃう。山、うん、にもうないんですよね、スーピンがね。いや、これ、ウォーターに危ない。これ、いや、これ、次なんか引いたら出ますよ。リャンウーピン、先引いてどうかっていうぐらい。はい、先打つ。あ、先だ。これはダメだ。来た。近藤が来た。ついに片目が開いてしまった。タンヤを3色ドライチ8000点は8300点、はい、そして対して魚谷がきつくなった、はい、いや魚谷はきつくなってちょっと1人点を減らしちゃったんですが、うん、もうやっぱりね、ちょっとね上が焦ってると、はい、だからラスオヤもねちょっと早く終わっちゃうかもしれないんですけど、まだねラスオヤね1回あればね、はい、まだまだ決めたら分かんないですからね、分かんないですよ。監督近藤は今どのあたりまで行きましたか。静岡ぐらいまで行きました。近藤、あれ東条まだ東条がね、東条が第一ですからね、はい、近藤とは静岡ぐらいまで行ったんじゃないですか。そうですね、もう静岡超えてますね。超えてますね、はい、ほぼもう並びです、ね、3人はね、同じ辺をここ上がればもう四国ぐらいまでぐんっていくんじゃないですか。四国、うんうんうん、はい、さあ、かやもり一メンツ、白統一、近藤見事な8000点を決めています。痛恨の宝珠となったのは魚谷、タメンツです。シャンテン、柔らかくパワーワンキマいくか、うん、ここはいそう。シャンテン取りましたね。登場あと2曲しのげるか。あ、もちもちですね、ハク。あららららら、かやもり登場ですね。となると近藤がチャンス、はい、やっぱり怖いですね近藤は。本当ですよ、本当に高い一撃がね、まさに斧タイプですよね。そうですね、武器を持たせたら斧ですよ、はい、この人は。遠くからね飛び道具を使って細かくってことじゃないですね、はい、一撃決め、わー来た、純ちゃん3色ある、ドラが急走ですよ。これだって前順のウーピンとかめちゃくちゃ面白いですもんね、はい、うん、一気通貫とね純ちゃん3 色、うん、はい、3色までね完全にもう意識してましたね。最高にワクワクする、ああいうの打たれるとツモ、うん、もね答えてますね、それに、うん、そうですね、ツモも答えてくれるし、はい、大谷はベンチ今払っていくことになりました。登場ドラドラ、でも白がもちもち、うん、これお互い白が出ることなさそうですもんね。そうですね、ちょっと白が出る未来は見えないですね。となると近藤か魚谷、ん、少
少しだけ統一してもね。糸井の可能性出たか、はい、いやー、なんだ、来てます、決まるぞ、来てますね、これが、あ、これ上がりになると決まりますね、これイースピンの闇店とかありそうですね、ありますね、13色ドライチプラス純ちゃんみたいな、はい、6球ソリーチですか、6球ソリーチでしょう、イースピン闇店ありますよね、はい、もうそのね6球ソーテンパイが、うわ広くなったけどちょっと純ちゃんにはなれないですが、リャンピン3ピン立てもね、まあ、切りますよね、はい、3ピンリャンピン OK ですもんね、はい、かなり小さパーソーはもう前に切るぐらいのイメージでしょうか、はい、今持ち切れるかどうか、うわー、もう近藤誠一という男は、これやっぱイーマン切りリーチが嫌なんですかね。なるほど。数万先打ってあるイーマンですね。いや、すごい。いや、人はなんですよ。いや、なんですよ。はい、3ピンリャンピン痛いっすもん、重なり正直、はい。一撃で決めてやろうと。本当にもう、斧だな、はい。アックス。うわ、来た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 、美しいですね、その E1 と何の並びが。いや、3巡目のウーピンが僕好きですね。いやー、はい、美しい。これは誰が戦える、これは上がります、仕上がってますね。これはもうね、麻雀として上がらなきゃダメなんですよ、こういうのは。これは上がるでしょう。しかも急走で上がりますね。2万4000ですね。はい、8000点オール。まあ、はい。上がり1000点オールはもう、一気に1人九州まで行きますね。もう九州も、はい、あれもう、はい、もう 宮崎ですか、はい、もう宮崎県入ってるかもしれないですね、もう本当ですね、はい、県内に入ってあとはホテルに降りるだけとそうですね、もういや、いや、これ急走積もりますね、はい、大丈夫です。広瀬なんか辻田さんみたいになってないですかこれはね、これ積もるんですよ、積もるもんですか、麻雀なら、はい、そういうものですか。いや、でも他の選手もこう執念がありますよ、積もらせないね、 その執念が見取るかどうか、はい、ういつもはね肩をね押す立場です。吸収だ、工場の意地。今度ローソーは積もっていいですか、三者が引いているのが見えたときに6秒考えて積もって、6秒考えて6秒考えたら前に切れないですもんバレちゃうからね、振り点が痛い、うん、ドラさん、いや、東条もここ勝負局で止めましたね、勝負ですよ、上がらせらんないと、いや、勝負なんですね、なるほど、チーソーだいぶ切りづらいですよ、ドラが切りそうで、サブローマンも行きますね、これは登場ね、てかマンズが伸びるといいんですよね、白がないんで、そうなんですよ、マンズ伸びて2面3面ちゃんとかなると最高なんですよね、はい、この E ピンはさすがに切りづらい、実際入り目で白もションパイなんだ、ウーピン、ウーピンなんですよね、はい、捨て牌がちょっとね気持ち悪いですけど、ウーピンがね、どういうことさ見えるか、より安全に、ここは引いた、となると6球卒もるかどうか、急走が1枚、本命が1枚、うわ怖い、ローソーは2枚の3山、はい、いやー呼吸ができなくなってきた、うん、まだまだ積もありますね、はい、いや今度がわ一三点、怖い怖い怖い、こんなに積もりそうな人いない、僕は知らないですもん、本当にもう、いや本当ですよ、黒沢とかね近藤とかはね積もるなって思うんですよね、座ってて怖いですよ、本当にチームメイター頼もしいですけど、対局したら敵になったら途端に怖い、もう大体あの M リーグとかでもバイマン上がってるのは近藤か久保ですよね、この2人はとにかくバイマン上がってますから、はい、いや、急走も早く誰か吸収しちゃいましょう、もうこれ3回積もう、どうだ、いや、ハンちゃん1回勝負でこれ決めて、はい、この手を作るんですもん ね、 そうですね、すごいですよ、ローソー減った、ローソーはいい、あと1枚ずつ、今度のズボもあと2回、はい、減るわけがない、いや怖い、でやー、7番の嵐、ただもう、あと1回が強い、ローソーいいんだ、ローソーなくなった、急走あと1枚だけ、これ積もんないなんてあんのか、もうあと1回、ラスト1回っていうのはやっぱ近藤さんですよ、何度も積もってます、はい、うわやったやったぞ、これ先輩取った、どうなるこの地位、どうなる、うん、怖い、うわー、リャンピン、え、リャンピン、うん、現状敗低杯登場になってるんですね、悔いだ、早盛り、
食い流れ、あ、ないわけないのよ、ハイが。いや、東条とのコンビネーションでしたね。これ東条は数万しかなかった、打つハイが。どうです、ちょっと得てなかったんですけど。いや、ないかもしれない、ないかもしれない、数万しかないな、現物、今ない、あ、そうだ、困ってるからね。ただ数万しかないから、あれ切るしかなかったんですけど、はい、しっかりと反応した茅森、そして急走さようなら、ないわけないもん、8000オールからですよ。ないわけないんだって、あんなのやってる。いやー、とじゃここは茅森が、そう、大丈夫ですかね、二人転敗だ。これ魚谷見えてますよ、魚谷だけ分かってますよ、急走ラスト手番流れてきたから、ういすいすういと思ってますねこれは分かってますね、急走ですよ。今日はオープニングからとにかく我々実況からもうちょっとバラエティチックにやってますが、対局はね、とにかくもうガチですから、すごい、いや、見応えありましたね。やっぱりね、全選手行きたいですから、最強戦ね、県でもそうですけれども、温泉に行きたいからね、温泉にも行きたい、はい、決めさせないと。いや、暑かったな、ドラワチ、ま、あ、またいいですね、今度整ってますね。いやー、本当ナンバーにあって全員親連チャンしてますよ。はい、登場はもう落としたい、なんかね、これ何本かな、そうですね、ドラ1、うん、あ、ここに何来た、2メンツ、うん、いい手だ、整ってる、かやもりがかなりいい手です。いやー、でも決まり手出ませんでしたね。そうですね、うわー、整った、これはいい形になった、はい、あ、一色もあるけど、まあシャーかなんか、そうですね、ドラも中盤ですから一旦シャーになりますね、ピンフ1とかでも十分ですもんね。そうですね、十分な打点になりますね。あ、何一枚ずつ分かれてるってことも、はい、ほとんど泣けますね。何が出るまでになるべくね、形を整えておきたい、登場、ね、そうなんですよね、ここできた、今にもね、何が出てね、仕掛けが入りそうな、いや、伸びてきた、234もありますから、5万か2万ピンか、なんか、なんだな、ダブなんか、そう、ダブなんでちょっと考えて、9万ありますか、ウーワンいった、自分が重ねたいものありますか、ウオタニの立場は、はい、うわ、いいとこ引いた、これ何投げたら結構上がりには近づきますね、1,2,3 ある、ない、はい、9ピン、うん、うーん、トイトトシですね、うわー、柔らかし、なかなかね、なんかね、出ないですね、これはもう、これはなんかな、ドラ7万ですもんね、ういやー、なんはね、ジャントになった時にね、ピンフがつかないんでね、ここで離すかなと思ったんですけど、はい、はい、ちょっと絞りも込みでってことですかね。あららららら、どんどん良くなってきましたね、最高のタイミングで泣けるかもしれないですよ。そうですね、本日まであるかもしれないですね、自然に。さあ、んー、ジーピン、うーん、当時はちょっと手つきが慎重になってきてます ね、 そうですね、これは決めたいっていう気持ちが伝わってきます、はい、やっぱりね、近藤の親の怖さはね、もう本当にチームメイトですけど、まあ頼もしくもありね、怖さもあると思うんで、頼もしいからこそ怖いんでしょうね、はい、今だからもう落としたくてしょうがないでしょうね、この親は。うわし、どうだ、一旦リャンソー、自然な本質があるんですよ、これ4万とか3万引きはね、一応チートイーシャンってどうですか。なるほど、チーはね、ドラにドラ立て引いた時はチートイーシャンって目のようにするか、ポンした時にね、メンツで上がりやすいなリャンソーもありますもんね、ポンして3万3万っていうルートもありますから、ちょっとここ時間使えますか。あ、3万良さそうに見えてますね。そうですね、はい、チートイツイーシャンテにしつつ本命本一ですよね、やっぱり、はい、これもバンズはね、どこからもね、仕掛けていくでしょ、3万ポンなんかすると思います。おお、これ苦しかった、急走のリャンソー入った、今度、はい、これは泣けません。いやー、大谷さん入んないですね、今日は。そうか、大谷入んないですね。大谷はでももう溜めてる感じですね、最後のラスウェイにかけると、無駄な失点は、はい、そうですね、避けて、はい、白だ、ションパイ、これやっぱり東条にね、高打点、東条にね、三層両層という両面立つ落としが見えているので、はい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 、なんかドラ色の本一、まずの本一決められちゃうとね、オーラス苦しくなるという判断でちょっとね、一旦引きましたね。なんは天敗打敗ですね、もう大谷ここまで来たら。茅森も同じかな、はい、
ワンズもちょっと打ちづらい場合になってますね、東条に対して。白いった。これは当然のポンです。盤石のイシャンテン登場。広いですね。広いです。これ何切ってのリーチにもぶつけるかもしれないですね、登場は。ありますね。はい。もう点差もだいぶね、縮まってますから、はいはい、ここはオール勝負じゃないですか。守って勝ち切れる点差じゃないっていう感じですもんね。はい、そうですね。しのげる点差じゃないです。おそらくリーチと、あ、ローマン、これ、チー点ですよ。上茶ですから、ちょっとどっちだ。これより2面受けますね、ドライチありますから。そうですね。待ちましょうか。リャンウーマン待ちの転敗が入ります。これ決め手になりますよ、はい、ここでの8戦は。どっウーマン掴んだ。これはもう対応。さすが。いや、冷静ですね。こういうとこですよね、はい、西森さん強いところはね。ウォタにもね、シモちゃんの登場、結構本質に見えてるはずなんで、自身はね、ピンフ3色、単葉含みですが、何打ち切れるかどうか、パーピンの景色がよく見えてるんで、パーピンのね、暗光に備えて、何打ちたい。打ったもん、これ、強いな。すごいな。ギャンウーマンですが、はい、順からです。ないんですか、山に。山にない。なるほど。だからこれ、ウォタイのカウンター決まりますよ。ありますね。3ピン、ローピン結構ありますよね。残ってます。うん、これ3ピンは3山、はい、あ、2山。2山。3ピン、2山。パーピンもね、縦で 残ってますよ。アンコール。ありますね。いやもりも。これ、かやもりがナイスストップだな。そうですね。数層数ピン打つとイシャンテンになりますね。これ、何切ったウォタイも強烈ですからね。この仕掛けに。切れますこれな。いやもうこれはすごいですね。声出ましたよ。いやぜひ3ピン引いてほしいね。引いてほしい、はい、9ピンがねもう目に見えて4枚なんでそこまでは行きますよこれ。うわ来た来た。どっち受けるか。どっちだ。やっぱ単品3色やみ、いやリーチだな。ローソー1切れ。いや両面かな。リーチも行くでしょう。4見え。うわー3本できた。このためにね、パーピン残したもありますよね。何のところでパーピン打つ選択肢もありましたが。ニヤマ、ハクはポンしてる牌です。リャンウーマン一応現物ですけど出ないですね。そうですね。これはもうやっぱり。あとこれ東条が止めれないですよ、おそらくは。ローソーパーピン。まあ最後とかならわかんないですけど、はい。ただね、リーチがこれ、近藤かやもりからのリーチだと東条も前に出てね、潰しに行くんですが、上谷のリーチはね、ちょっと点差離れてるんで、まあ、上谷のそう、つま上がりは、まあまあ許そうじゃないかと。自身が上がりたいのは山々ですが最後の一局勝負に持ち込むと、はい、ここで打っちゃうとねちょっと条件ついちゃいますからね。確かにやめるがある十分。嘘は現物まだいけますね。いやすごいな。老僧がよく見えてるんですかねこれは大谷さん、ね、そうですね。というよりやっぱり老朽ピンがねちょっと目に見えてすぎたっていうのもありますかね。どちらも込みでシャンポンの選択ですね。何回3ピンなんだ。3ピンはもういらない。うん、1。いやー、どうかな。ウーマンの筋だ。イースマン何枚見えだ。はい。1、2、5枚見え。ウーマン早い。やっぱりね、何を打ったボタニがね、もう尋常叩いて、もうそのリーチの実とか、そういう手じゃなさそうなので。なんですね。いや、ここは評価しましたね。かやもりもイシャンテン復活。今登場はちょっと何折りたっぽいですもんね。そうですね、ちょっと証拠があってからなんですから、はい、そうなると他の、ね、2選手もなるべくテンパイルを詰めてですけどやめやすいですね。さあ持ってこれるか。うーん惜しい。あとツモがあもうないです、ね、ないです。え今のが最後でしたか、はい、あらららら。いやーシャンポン2枚あったんですけどね。後半なんでしたけどね。ローピンが山にあった。5万を切っていいものか、はい、東条が降りたと思えばね。うーん、ウーマン打ちやすいですけど、まあウーマン打つんじゃないですか。5万ですね、はい、いやーまあでもパーピンも論争もあったってことですね。ありましたね。これは魚谷の一人天敗で流局で、これ強卓が2本の積み棒2本なんですね。になりましたか。これもほとんど上がり競争じゃないですか。はい、近藤が276ですか。東条が305だったかな。312どうですかね。これが近藤が276は間違いないですね。かやもりも312か。はい、これが東条。
で、かやもりが276ですか。2人が2人とも276。そうです。まあそんな風に見えますけどね。あ、本当だ。はい、2人とも276。2000点強弱の日本馬。26落ちてるわけですね。はい、1000点上がると同点なので、1000点の、あの脇からの出上がりだと東条と同点で東条は勝ち、はい。なるほど。これはちいちゃに近い人が有利という。そうですね。同点はあの上茶取りになるんで。そうですね。はい。1000は1600、京卓人の3600点の収入は、はい、近藤かやもりは東条から以外だと同点で負けです。そうですね。1000点以上、まあ、1300、つも上がりは何でもいい、うん、OK、そうですね。はい、かやもりがね、もってこいのハイパイでしたね、白統一。本当ですね。で、東条はさっきも言った通り、守って、はい、守れる点数じゃないので、はい、白出ますもんね。出ますね。ただ、これはドラがないので今のところは泣いても積も上がり専門です ね、 そうですね。ただまあおそらく泣いて前に出るんじゃないですか。出るでしょうね。ドラの中和も使える形に持ってますから、はい、道中ね、あの出上がり OK の形になるかともこともありますね。これはかやもりが今のところは有利に見えますね。だいぶ有利じゃないですかね、はい。問題はね、ちょっとやっぱ親番の大谷ですか。なんとかリーチと言いたい。ここまで貯めてきましたが、どうだ。ちょっとだいぶ苦しいんですよね。さあ、当時もここから自敗ですね。自敗ですね。はい、いやー、これ白がどのタイミングでどう出るか。いや、でもレギュラーシーズン、はい、シーズン通してやっぱり、はい、ウォッタニ選手はこういう時にね、結構ね、最後上がってくるんですよね。でも、もうつもり注目ですよ、これは。そうですね。勝負強い、あの土壇場に強いイメージしかないですね、ウォッタニ選手に限っては。まあ、言うたらもうみんな勝負強いですけどね、この4人は本当に。諦めないですね、大谷はね。さあ、さあ、まずは。ただ間違えれない。ウーワン打ちますか。あ、急走柔らかい。バニー1枚切れでしたね。これ、ナンが2枚見えてますから、おそらくナンからですね。はい。いってすんだ。武蔵。はい。わずかにある。ないか。近藤も7、8、9だ。下地区だとドラのチーマン使えますからね、はい、もうそれはクリアですね、はい、これは白だ。これはもう白ですか。白しかないですね。もうちょっと考えてる。上がられたらダメだというのもありますね。うわー、これはさっき難を止めたカヤモリに対して今度は当時が止めてますよ、はい、いい3点。おー、ポンテンのカラスしない。スーソー、なるほど。リャンソー打っちゃうと、チー、2、3、4のね、仕掛けができないということで、はい、ポンテンを重視するか、2、3、4を重視するかでね、2、3、4にしましたね。これって、この形でハクが出たら、もうポンはしないんですか？もうしない、つもりで、おそらく打ちましたね。あー、来た。これはハクか。これはさすがに。ハクですね。しない。ポンしてね、ドラがチーワンなんで、ポンする手もありましたけどね。これはもう一回ポンテンに備えたいんじゃないですか。これでリャンソーでしょうか。これはさすがにリャンソーか。そうですね。いやー、このね、一巡、たった一巡のね、登場のね、白の前後がすごいポン出た。あ、本当だ。なーに、すごいポンしてメンツ壊したんですよ。はい、タンヤオですね。すごいプレー出てる。いいペーコーできた。これ泣いても OK ですね。急措置 OK ですよ、はい、ちゃんと3色ドラ1。これいろいろありますね。何打つんだろう。ローピンじゃないですか。ローピンか。急走3見えですよね、はい、あ、なるほど。チートしてもいいですもんね、はい、でもシモちゃんの、うん、ウォタニがいたんですよね。はい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 、すごいですね、ウォタニの仕掛けも、はい、本当にね、諦めないですね。やれること全部やるというか。そうですね、はい。誰か勝つ。まだ転敗者はいないですもんね。いないです。現状谷はリャンシャンテン、近藤とかやもりがイーシャンテン、はい、登場も登場はリャンシャンテン。今イーシャンテンに出てきますが、これでイーシャンテンになりましたね、はい、ドラの G1 ですよね。魚谷ですよね、うん、3走一応イーシャンテン取りましたか。しごろになった、しごろになった。これは3品だ。仕頃になったぞ。仕掛けが難しい。うわー、闇点だこれは。ピンフドライチできてますから、はい、もうこれ上がればトップです。いい、上がれば逆転。あの日の急走ですよ。そうだ、あの日の急走、ここでリベンジ。食い流れた急走だ。
ここでリベンジなるか。大谷さん、ローソーつながるか。ローソー本当だ、浮いてる。ローソー浮いてる。くっつけ。でもピンズが結構ないんですよ、パイがもう。そうですね、はい、こうローソーくっつきそうですね、うん、3ピンはね、Eピンも切ってますか。わー、これ、いやでもローソーだ、近藤逆転勝利。ピンフイーペイコードライチ3900、憎らしいほど強い。いやさすがお父ちゃん。いや娘に譲りませんかね。いやこれこそ、これこそお父ちゃんですよ。壁になって、なるほど、体現してくれました、はい、やっと選手笑顔出ましたね、はい、いやいい勝負を見せてくれました。いや面白かった。そうですね、はい、さあフェニックスナンバーワン決定戦、うん、ご覧の通り優勝は近藤誠一プロとなりました。近藤プロには、シェラトングランドオーシャンペア宿泊券と麻雀最強戦 2022M リーグスペシャルマッチの出場権が進呈となります。おめでとうございました。いやー、ありがとうございましたよ。さあそれではこの後表彰式です。フェニックスナンバーワン決定戦表彰式。はい、ということで全ての対局を終了となりました。栄えある優勝は近藤選手となったわけですが、初めに惜しくも敗れた選手に話を伺ってまいりましょう。まずは第4位魚谷選手、はい、お疲れ様でした。対局振り返ってみていかがだったでしょうか。はい、ちょっとまず大きいこと言ったくせにポコポコですいませんでした。いや、あのですね、ちょっと1個だけマジで麻雀の話をしてもいいですか。はい、ラス前にすごいミスをしてしまって、234のね、3色だった曲ですね。はい、2写真の3色でリーチを打ったんですけど、あの曲テンパらなければ東條さんに報酬しに行こうと思っていて、で、まあ、自分がでもちょっと打点があるリーチになったんで、自分が上がるか東條さんが上がるかのどっちかが良くて、まあ、リーチしたんですけど、でも、まあ、よくよく考えたら私が8000とか1万2000上がっても、まあ、ちょっと微妙だったんで、点数、まだ点差が、ね、ありましたもんね。点差があったんで、この3ゼリで迎えたラス前が最悪だったんです、うんうん、私にとって。このままだけは終わらせたくないと思っていたんで、あの時、闇点を選択して自分の上がりがなかったら東條さんに報酬するのがベストだったというか、それが多分一番の勝ち道だったんで、うん、それができなかったことがすごいちょっと後悔してます。なるほど、自分の上がる道以外にも活路があったんじゃないかということですね。そうですね、うん、3人がオーダス上がっちゃう状況だと、まあ、みんな簡単に上がれちゃうじゃないですか、うん、でも東條さんが上に行ってくれれば他条件があったんで、東條さん対私になりやすかったんで、うん、ちょっとそれが自分の中で後悔があります、うん、はい、すいませんでした。さあ鈴木プロ、はい、魚谷選手の対局振り返ってみていかがだったでしょうか。はい、そうですね、関数ピンのね、8000点報酬とかはもう全然、ああいうあんなのはね、もうどうでもいいというか、まあ打つべくしてね、8000点失点だったんですけど、まあ本当に今の話聞いてね、あ、麻雀好きだな、好きなんだなってすごい思いましたね。やっぱり言われてみればといいますかね、その近藤さんとね、茅森さんにオーラス、やっぱり条件を作らせる時間がかかるようにして東條さんとね1対1に持ち込むなんていう発想はね、本当に素晴らしいですし、まあその解説しててそこまで拾えたらよかったんですけど、まあでもなんかですかね、その6球ピンのね、3色の局面とかもなんかイシャンテで何打ったとことか、まあ東條さんにまあ上がられても、まあ、仕掛けられてもいいという判断とか、まあ、チロリもそうでしたね、ローソーとシャンポンシャンから2枚あったんですけど、まあどれか1つね上がれてたらまた違った勝負になったかなと思うんですけど、はい、ちょっと残念でしたね。はい、マージャン好きですか。大好きです。はい、ありがとうございます。ダメだね、ダメだね。はい、続きまして第3位となりましたのが、茅森選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。対局振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、オーラス1000点だと同点で、カムチャ優先になっちゃうので、うん、ちょっと吐く泣くかどうかな、なんでカムチャ優先なんだよと思ったんですけど泣くかどうかちょっと迷いましたけど、うん、まあ、まだその相撲直条件っていうのはあんま好きじゃないので、うんうんうん、泣かなかったんですけど、あれないしたらどうなったかなっていうのはあります。うん、さあ、鈴木さん、鈴木プロいかがだったでしょうか。はい、そうですね、そのオーラスのね、相撲が2445でしたね。ハクのポンに備えるのならヤンソー、2射手の3色を意識するならダスウソーっていうのもあったんですけど、まあ今ね、本当に茅森選手がおっしゃったように、まあこう出上がりでも満たすようなね、3色だったりとか、まあ、ドラ引いたりとかね、自身の白を引くなんて、まあそういうルートをすごく
意識した1話だったんですけど、やっぱり僕が印象的だったのはその魚谷さんと、こう魚谷さんがね、ポンでサンフーロして、茅森さんがサブロス層のね、本一をつまがった曲があったんですけど、教託もあって、何の曲だったかな、はい、まあそこがやっぱりそのウーワンウーワンと統一層としては確かしたと思ったんですけど、まあそこら辺の判断ですね、あの本一一直線に行って、もう一番最短のルートで ある程度の高打点に上がった、あの曲とかはすごいやっぱりらしいなと思いました。はい、ありがとうございます。ということで茅森選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、惜しくも準優勝となりましたのは東條選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、大会振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、あれだけ手が入ったのに勝てなかったのは、ちょっとあの道中ずっと宮崎旅行のことばっかり考えてました。すいません、あの関数ピンの1000、2000積もった時とかも、もう正直街も別に良くなってないし、打点も下げるしみたいな、なんかあのよくな、何をしたいのか分かんないんだけど、とにかく宮崎に行きたいがもう先行しちゃって、多分きっとあのオーラスのハイパイの悪さとかも、あの邪神から生まれたのかなっていう、ずっとあの最高級マンゴーのことしか考えてなかったので、すいません、ちょっとあの麻雀にもっと集中するべきでしたね。愛知県上空ぐらいまで行ってましたよね。そうですね、はい、途中までは行けてたんですけどね、はい、いやちょっとあの6月5日宮崎行きます、そしたら最強戦だけでもちょっとあの、はい、なんで、まあ、内容もちょっとあのいまいち よろしくないところがたくさんあったので、まあちょっと負けてもしょうがなかったかなと思います。ありがとうございます。さすがプロいかがだったでしょうか。はい、そうですね、あのドラさん今言ってくれたんですけど、あのドラ短期のレグピン短期闇点から関数ピンに変えてっていう、あの枚数的な見た目ですよね、の3枚で3枚だったんですけど、まあそのやっぱり一発勝負ですから、そのウーピン短期よりも、ね、先に関数ピンがいて、それを積もってもう終始ね、点数的にリードしていって、まあ僕的にはもう九州入ってんだっていうところまでね、ドラさんの感じで行ったんですけど、まあちょっとね、一番悔しいですね、本当に。もう一歩まで行ってたので、あとは野蛮ですね、野蛮でもうハイパイ上げたら、もうものすごいハイパイ入って3アンコウできてる、アンコ3つできてるイシャンテンでね、あの第1打3層だったんですけど、まああそこもね、いろいろ選択あったんですけど、まあテンパイにね、ちょっと時間がかかっちゃって、最後はね、ちょっとあの短期待ちでってなっちゃったんですけどね、あそこもうちょっとなんかもう一歩高い3アンコウリリースできたりとか、なんかそこでね、決められる手にね、ハイが来てくれたらよかったと思うんですけど、まあ一番悔しいですよね。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さあそれでは改めまして、フェニックスナンバーワン決定戦、栄えある優勝は近藤誠一選手となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、近藤選手には、吉野監督から、シュラトングランドオーシャンペア宿泊券と麻雀最強戦2022M リーグスペシャルマッチの出場権が進呈されます。じゃあお二人前の方にお願いします。誰と行くんだ、この2人。はい、じゃあシェラトングランデオーシャンリゾートリアシュカーテン、おめでとうございます。おめでとうございます。そして、麻雀最強戦2022の出場チケット、こちらの方もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそれではお二方、所定の位置に戻っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まずは対局終えた今の率直な感想をお聞かせください。嬉しいです。嬉しいですよね。はい、どうでしたか、チームメートと戦ってみての感想は。うん、そうですね、まだまだ若いもんには負けんぞっていう、うん、そういうことを言う年になってしまいましたけど、親父の威厳見せましたよね。そうですよね、よかったです。いや、本当に、しっかりと強さを見せつけた麻雀だったかなというふうに。まあそうですね、はい、実力通りのね、結果が出て、ついに来ました。あの娘誰も笑ってませんよ。親父が一人で笑ってるという。全然面白くなかった。まずい、まあ、一家離散の映画。まあ、もちろん最終局まで追いかける立場ということで、はい、そうですね、最後まで優勝の行方は分かんなかったんですが、うん、近藤さんが一番印象に残ったこと。ね、東條さんに打ったリャンピンね、激痛でしたよね。3アンコでしたか。当たるんですかっていうやつ。しかも闇点で高いし、なんか、うん、ね、あれリーチして打ってます。リーチしても、いやでもね、ちょっと後回しにはなるんだけど、だから詰まったら出る。うん、そういう街だと思ってない。あ、そっか。あ、ポンしてリャンピン打ってるんで、そうね、そうそうそう、はい、1だったらポンしない、うん、パンパンパンっていくかな。リャンピンいたんじゃない。うん、なんかね、分かんない、うん、俺と1枚しかない。
ただもう東條さんの世界的には止まる範囲じゃないですか。特にヤミ店だともうヤッピンなんか方みたいなバキュンになってましたね、はい、みんなニヤニヤしてましたよね。でもね、あの何の短期待ちにしようかっていうところでもうパーマンからもニヤニヤしてましたよね。そうパーマンはでもちょっとマンズ高いから何にしようかなーと、ハイパイからほぼ変わってないんだよね。そうなんですよね。後藤さん危なかった。いや、危なくないです。マンズの染めかもしれないと思ったら、G1 テラスで、ねうんはい、対応してましたし、はい、自身のガンパーソンも振り点だったし、はい、あそこら辺も打つとは思ってなかったですけど、はいはい、でも近藤さんは上がった曲よりも、はい、その打った曲の方がちょっと印象に残ってる、うん、あれね、衝撃でしたね、うん、こんなん当たるんかい。どうですか、相手としてはやっぱ手強かったですか、チームメイト。いや、手強いです。うん、はい、とりあえずそう言ってみましょう。娘がブイブイ。チャイしてないんだけど、弱そうじゃなかったの。また来季もね、一緒に戦うわけですから、ね、手強ければ手強いほどいいわけですもんね。はい、うん、それでは鈴木プロ、はい、対局を振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、あのまあ大人げないですね、本当にね。大人げないと思ったんですけど、そのやっぱり実況解説で一応盛り上がった南三局のね、近藤さんのリーチですね。あのイシャン店でアンコの E1 を先に打って、あんかね、安全な南をね置いて、もう純ちゃん含みの3色決め打ちでしたね、うん、あの E1 と南の切り順が本当に美しいなと思ったんですけど、リーチ打った瞬間ね、高めの一品引いて純ちゃんの転売だったんですけど、日吉さんがもうこれは上がる、これは上がる、上がりないわけがないって言ってたんですよね。はい、で結果的にはその最後仕掛けが入って、ドラの高め8000オンの牌が下茶に流れて、なんかもう絶叫してたんですけど、うん、なんかそのやっぱ決めそこでね決められそうなのが、まあ1回手からこぼれ落ちたのに、うん、やっぱりそのやっぱりオーラスも最終局ですね、復旧層でまた亀すごい高い手になったんですけど、うん、まあさらにまたそれをね、まあ、繰り返すっていうのは本当に誠一さんの強さだったなと、うん、もうしみじみとね思いました。いや、本当にすごかったですよね。すごかったですね。まあ、1回勝負でもこんなに見せ場作ってくれるんだっていうのが、はい、私もすごく、はい、はい、とても感動する対局でした、はい、さあそれではですね、フェニックスナンバーワン決定戦まもなくお別れとなるんですが、最後に吉野監督から今回の、総評をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回ですね、この一局勝負という、4選手の対局を、お届けしたんですけれども、本当に試合の中で、もう小さな上がりから大きな上がりがあったりと、あと一番やっぱり印象的だったのが、フェニックさんは不撓不屈の精神で戦うっていうところがあったんですけれども、本当にどの選手も、最後の最後の一杯まで諦めずに、上がりを拾う、上がりだけじゃなくて、その場で最善の選択を、取るということに、非常に真剣に戦って、くださるということが、分かりまして、また来シーズンもですね、こういった対局を、皆さんにお届けできるという確信を得ましたので、ぜひ楽しみにしていただきたいかなと思っております。またですね、最後にですね、近藤選手が、オーラス逆転という感動的なねフィナーレを、迎える、に至ったわけなんで、来シーズンもですねこういった感動的なフィナーレをね必ずお届けできるように、我々頑張っていきたいと思いますので、ぜひともご支援ご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。はい、ということで吉野監督どうもありがとうございました。ということで、これにてフェニックスナンバーワン決定戦すべてのプログラム終了となります。最後はいつものポーズでお別れしたいと思うんですが、茅森選手お願いできますでしょうか。はい、はい、それではお願いします。セガサミーフェニックス。